さて今夜はこっちはビッグドッグですね。ミニストップにちょっと公共料金払いに行ったんでビッグドッグ買ってきました。そしてこちらスーパーで買った鉄板焼き卵焼き、鉄板卵焼きだそうです。卵4個分ぐらいある、これ結構でかい、安かった200円ぐらいでしたね。そしてこちらは豚玉のお好み焼き、オイソースオイマヨでございます。で今夜の晩酌はいい感じ、こんな感じでーす。しゃっ、あい、なんかいい、なんかいい、どっちにしよう、本気にしよう、ここは本気にがいいやろ、絶対気に入り、絶対本気にがいいやろ、これは俺は本気にの方が好み。頼もう、よっしゃー、です。今日はね、なかなか良き日だったな。あ、これ目に入れたらやばい。パ、はいどうも。こんばんは、パテマス協会でございます。というわけで本日は本麒麟とお好み卵、ソーセージでございます。結構腹減ってます。今日はいい日でした。ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。というわけで皆様お疲れ様でした。乾杯。あーうまい。うん、今日はね、昨日も言ってましたけど、ドタキャンあった商品を再出品して、それが売れた日だったんですけども、非常にね気持ちのいい、もうドタキャンされてよかったかなと、そんなやつに譲るぐらいだったら今日みたいに気持ちのいい人にね譲れてよかったなって思えるね、素敵な日でした。インド人でしたインド人やったんやけどねめちゃくちゃいいインド人、日本語めちゃめちゃうまいね。いただきます。インド人の方でね、なんかいろいろ研究されてるみたいですよ。インドで生まれた地球人、いろいろ取締役社長株式会社されてて、なんかで CEO されてて、日本支部会長、なんか商工会的なのの会長、インドのね、いろいろしてる人、なんかね、エビをね、買うって言ってました。エビを買うっていうか、エビのね、実験をするというか、なんかね、ほんと一緒についてきた人ね、ノーベル賞を取った人のもとで働いている人って言った。んで、近く来ることあったら、見に来てくださいよ、言うてね、名刺くれたんだよ。めっちゃいい人、めっちゃいい人っぽかった。わからん、いい人かどうかわからへんよ多分いい人やと思うコロナで大変やねって、帰れるんですか、帰ったりできるんですかって言ったら、どうなるんでしょうねって言ってたよ。前に飲み会でね、私の飲み友達のいずるちゃんって方がね、アイリッシュパブのハブでね、飲んでてね、酔っ払って、インド人と仲良くなってて、あいつもね。で、酒を散々おごってあげててね、酔っ払って、あいつ、最近酔っ払ったらおごり癖あるから、おごっててね、なってね、LINE 交換してね、次の日にね、LINE 性格交換したしね、昨日お疲れ様でしたって送ったらね、既読スルーされたよって言ってましたわそんなインド人もいますお好みうまい、いろんな方いますからね。Twitter、Facebook、してる人みたいな、一回見てみよう、こういうとこが楽しいことが始まるかもしれないね。
フィドの出会いって。120センチの水槽でエビ買うけど何買うんやろ。でっかいエビなんか、こんなでかい水槽でエビするんですねって言うたら、そんないっぱい入れないですけどねって言う。何すんやろ120センチ水槽のエビ。なんか温度ごとの実験をしたいぐらい。養殖とかなんかな、もっと深いレベルなんかな。生態系とかそういうね、うん、感心するわ。なんかああいうそこそこの、多分俺よりは知ったかもしれんけど、上から、いや知ったでしょ多分この人。若いもん、外国人で顔濃いからさ、老けてみるけどさ、絶対若いのよね多分うん、あホットプレートもうちょっと冷ましとこ、冷ましとこで下げとこ。はい、見ろ、肩が痛いんだよ。春の選抜なくてよかったけど、肩が痛いわ。肩がね、うん、スケーニが痛いって言うとめちゃくちゃ痛いわけね。こんだけ回せてっからね。はい、四十肩でもね。はい、大丈夫。うん、昨日頑張ってね、プリズンブレイクをね、8話まで見たんですよ。2話、3話かな、3話ぐらいから3、4、5、6、7、8、5話みたいな。20、20、200分、3時間20分、うん、で、12時過ぎに寝たと。今ただ今9時前、9時15分前。今から見たら、まあ4本ぐらい見れるんじゃないの、頑張れば。なんかね、結構ね、パパーンって進んでくれたんですよ。まだ1枚目しか見つかってへんかった。まあ、これ6枚目なんぼかかんねーって思っとったら、今8話でもう5枚、4枚見つかってますよ。あと5枚目と6枚目、うん、思ったよりね、うん、大丈夫、見てられる、普通に、うん、あ、熱い。昨日このミニホットプレート買った方がどうですか。買ってからあなたの晩酌ライフは潤ったんじゃないですか。こう惣菜買ってきて、あのサイズとかさ、もうちょっと大きかったらさ、さすがにやっぱ俺もね、こうカセットコンロ置いてフライパンとかでやってないけどね、これやからね、これだけ洗えばいいからね、この上のこれだけね、ほんといい。うん、俺のアフェリエイトがどんだけ凍ってくれてるか知らんけど、うん、今月のアフェリエイト報酬は別にそんな多くなかったけどね、うん、いや多くなかったんやな、何やかんやね、2000円とかあるんですよ。1500円から3000円の間ぐらい毎月ね、アマゾンもらうの、アマゾンからもらうの、何凍ってくれたのか分からへんけどね、リンクから。ありがたいわ。だけどね、ありがたいんだけど、もうね、支払いをね、自動的にね、俺がね、ポイント、俺はそのポイントを大事に使いたいと思うのにさ、支払いするときにね、勝手に使われるんだよ。勝手に使われてるの、俺がしない、ポイント使わない人はいいんだから、なんかしよう、勝手にそこから支払われるんだよ。ここぞというときに使いたいの。さあ、ビールはいっぱい飲むかな。だからもう、そろそろ9分ぐらいやってきたら、買った、買ったかも。
魔球は封印せなあかんな、この方では。ウィルキンソン、ハードナイン。今日はこの2本で終わろうかな。でちょっとね、ちったら食うことを覚えようみたいな。ちょっと今日はもうこれ以上は今食べないと、この動画内では。まあ、食べるけど、ちょっとぐらいは。これ食べたいな。これぐらい食べとこうか。これ、喉刺さりそうな気がしいし、刺さるような食べ方せえへんけど、なんか、喉刺さりそうな気せえへん。ね、こうやってる時にね、後ろからドンされたらどうしようかなみたいなね。もうカメラめっちゃ見るもん。いいですね、後ろみたいな。皆様、今シャワー浴びてない方ね、どうシャワー浴びる時、頭洗ってる時、ちょっと後ろ見てください。なんか今日は違うものがあるかもしれませんよ。今日の夜、これね、これ7時ぐらいに上がってる動画ですよ。先に見た人、あ、お風呂入る前シャンプーしてる時、ちょっと後ろ向いてください。ちっちゃいおっさんおりますわ、チンチンピンピンで。こういやさ、お風呂覗かれてたことってありますか、女子の方。私の知っている人は再婚相手の旦那が連れ子の長女の娘の風呂を覗いてたりとかあったみたいですよ。即もうそこで離婚したらしいけど、それは離婚するよな。うん、イカれたやついますからね、うん、人間そんなまともな人間ばっかりちゃいますから。そいつが住所振って無職だろうが、教師であろうが、警察官であろうが、親善大使であろうがね、イカれたやつはいますから。イカれてるやつはイカれてるからね。お風呂覗かれたことある？お風呂を覗きたいということは裸を見たいっていうことやもんな。よく AV とかやるやん、トイレの盗撮とか。あ、何がいいのか全然分からへんもんな、俺。トイレもののあの隠し撮りとか皆さん興奮するんですか？興奮する人いますか？俺は全くもって興奮しない、あれ。うん、何がいいんかこれ、うん、まあスカトルの域なんやろな、あの辺はね、あれに浴場する人は、うん、おしっこしいな、別に見たくもないけど。あ、だけどお風呂場でおしっこしてとか言うね、男もいるみたいだね、そういやね、うん、おしっこかける男もいるみたいよ、うん、何が気持ちいいねそれ。いろんな癖の方がいらっしゃいますね。まあそれに柔軟にね、対応しなきゃいけない女子の方もいらっしゃると思うんだよ。見るやろ、見るやろな、これ見てる女子見るやろ。スタート、男の前ではせえへんと、世の中の前ではせえへんと思うけど、見るやろ。正直言ってみなさい、見るやろ。
でっかいの飛び出てたら喜ぶやろ。喜ぶっていうかやったと思うね、うん、だったね。もうそれでも出てなかったらほじるよね、うん、女子女子の方ですよ。男が来ない人だと普通だから、うん、よっしゃもういいか。15分ぐらいやってんね。というわけでこの辺でね、ずっと頭のこのてっぺんにここに、ね、吹き出物が1個できてんだよこれ。ずっと永久にもこのままここ剥げると思うわ、うん、もう剥げてもええけどな、この年やし、もうそこそこの年ですからね、私もね、こう見えて。まあ一般的な人で言うと来年定年かもしれんからね、うん、はい、まあ、というわけでこの後プリズンブレイクを見たいと思いますので、この辺でお開きにしたいと思います。というわけで、木曜日の夜、皆様お疲れ様でございました。良い晩酌をこの後もお続けくださいませ。あのこの後シャワー浴びる人、2人シャンお風呂人、シャンプーしてる人にちょっと後ろ見てくださいね。悪いこと言いません、とりあえずちょっと後ろ見てください。というわけで、またまた協会でございました。